仕事の割合の中で、テレビのお仕事というよりも、配信の仕事っていうのは伸び率が結構ここ数年増えてきていまして、その中で、まあ、配信業務を拡充していくところで武器となるものをちょっと探していました。で、まあ、簡易中継システムっていうのは、必要だろうという社内的な結論に至りまして、いろいろ検討を重ねておりました。その中で、まあ、法屋さんからご紹介いただいたデジェロというのが、まあ、他他社製品と比べて、まあ、優れた点が多かったので、まあ、決断しました。やっぱコストパフォーマンスですね、とあとは伝送での、切れにくさですね、まあ、そのプレゼンいただいた時にもそのアメリカでも大規模な、会場スタジアムの中での伝送でも切れなかったということの事例をご紹介いただきまして、まあ、実際は、我々もですね、埼玉スーパーアリーナでお客さんが入っている中でデジェロを使ってこう中継を結んだことがあるんですけども、まあ、そこでも切れなかったという、まあ、実績として、まあ信頼できるものだということ ですね、はい、主に e スポーツの大会とかで、使用させていただいてます。今コロナ禍の状況ですので、まあ、100人規模の選手が集まって大会をするということが今できなくなってますので、各地方都市に分散させて、そこからデジェロで映像を、伝送させて、で東京の方でスイッチング番組を作りまして配信するというようなことがここ何本かあります。それとあとライブ中継、音楽ライブですね、音楽ライブの中継をペーパービューで配信したいんですけども、まあ、そこに回線がないですとかっていうご依頼が結構多くてですね、そこにこの、デジェロを持ち込んで、弊社まで伝送してきて、そこからエンコードをかけるみたいなというような、伝送を主にですね使わせていただいています。同じような使い方なんですけども、今放送に関わらないところで大きな企業さんとかの社内イベントですね、それも、まあ年に一度全員集まってもう大きな規模でやっていたんですけども、コロナ禍でできないので、各地方の拠点にパブリックビューイングのような形で見せたい、そことのやり取りをしたいということで、デジェルで双方向で組んでその社内イベントを行うというようなことはもう数件もこなしています。安定的につながるところはもう一番重要を視してたんですけども、まあ、そこに関しては全く問題ないですね。まあ、コントロールセンターの方で1枚の SIM にかかるデータ量とかっても全部監視できるんですけども、きれいにこう6枚の SIM に分散されていて、本当に中で AI で計算されているようなデータの動き方をしているので、まあ、安心して、伝送できるなっていうところと、まあ、もう10時間以上伝送しっぱなしみたいなこともあるんですけども、それでも安定的につながってますので、まあ、本当に思ってたことはできてます。一度使っていただいたお客さんから必ず次またっていうお話はいただいてます。なので本当に何度も使っていただいてますね。やっぱり画質とか信頼性っていうの安定性っていうのは、使っていただいたクライアントさんにも、まあ伝わってるところでですね。本当一番びっくりなのは本社と連絡取っていただいて、カナダですね、本社って連絡取っていただいて、現地のエンジニアが直接我々の、端末を触って、調整してもらえるので、まあ、現場に行ってからでもいくらでもそのサポート体制を受けられるという状況はすごく嬉しく思ってます。ウェイポイントがもうハーフサイズになって、1チャンネルずつ受けられるようなコンパクトなものも今出てくるという話も聞いてますので、そういうのを複数台買ってですね、まあ、いろんな使い方、持ち運びに良くなりますので、いろんなところに持って行って受信にですねもうできるかなと思ってますし、デジェロで映像の送り返しっていうのがまずできなかったところに、まあ Q ポイントっていう新しい機械が出てきて、まあ、送り返しも可能になりましたと。で新しい送信機、円号になると今度双方向でインカムとしても、使えるようになったと。で、まあ、かゆいところにどんどん手が届いてくるっていうか、ここがあったらなっていうところがどんどんカバーできてきているので、この先もまあ、そうですね、いろいろと意見を言いながら使っていこうかなと思ってます。今度新しくその、ルーターの方を買おうと思ってるんですけど、ゲートウェイルーターの方、まあ、それを使って、回線のないところ、インターネット回線のないところからの配信だとかウェブ会議だとかっていうところを、まあ、ちょっとずつやっていこうかなと思っていて、まあ、そこをですね、まあ、使ったことはまだないので、そこの安定性っていうのはちょっと確かめてみたいなっていうところは、今先ほど話した e スポーツの大会はもうカメラも転送してくるんですけども、その辺の遅延がなくなってきて、こう、動機が取れてくれば、ゲーム映像自体の転送とか
というところにも使えてくるかなと思ってますので、というところにちょっ と,、チャレンジしていきたいなと思ってます。 5G を使えばコントロール、要は映像の伝送だけではなくてカメラのコントロールとかっていうところもできてくると思いますので、そういうところを使った、IP のリモートサブっていうのはちょっと検討はしていると。